はい、ということで、今、神奈川県相模原市の、緑区青根地区に来ております。2024年度に初めての空間情報の授業を担当いただく木下先生、です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日我々なんでここにこう来ているのかというと、今回の授業はフィールドワークメインで行くという。そうですね、はい、で、実際に、まあ、細かな話はちょっとこの後でするとは思いますが、今その青根地区の一番、まあ、ある意味標高の高いところから青根の、まあ、集落を見下ろしている立ち位置にいるということで、我々の授業としてはここに学生たちが来る。そうですね、はい、はい、1日ですね、はい、この、景色の見えてるところの集落を、皆さんで、フィールドワークしたいと思います。ここでこの景色に映ってるのはまず棚田ですよね。そうですね、はい、棚田があってあのすごく立派な、中学校で、もう今旧中学校として使われてはいないけれども、ね、はい、という形で、まあ、関東地域 の、 伝、まあ、よあの代表的な中山間地域で、人口大体どのぐらいですか、この地域。青根地域全体で400人ぐらいですね。はい、集落に我々はお邪魔するという形で、実習の方を進めていきたいというふうに思っております。詳細の方はちょっと後ほど、はい、あの動画で、具体的な内容を共有する予定です。はい、ということで当日天気がいいといいですね。そうですね、はい、今日みたいな天気だといいですね。はい、はいはい、ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、初めての空間情報システム2024年の、オンラインオンデマンドのガイダンスを始めたいと思います、はい、ということで、講師をしていただく木下先生ですね。はい、改めまして木下です。よろしくお願いします。本業は東京カートグラフィックス。そうですね、東京グラフィック、はい、カートグラフィックという地図の会社。そうですね、勤められていますが、GIS の専門家として、はい、今回今回の市場金更新のアレンジも含めてお手伝いしている、青山国大学地区社会共生学部の浦志です。はい、ということで今日2人でちょっとこう座談会形式でちょっとガイダンスの動画を今撮影しています。はい、ということで、今回の授業は集中講座として、はい、3日間ですよね。3日間、はい、なので通常のこう毎週1コマっていう形ではなくて3日間にギュッと圧縮して、もうすでに日程は決まっています。はい、全部3日間で1日目が、5月の17日の土曜日、はい、朝から夕方まで、これは相模原キャンパスの方で行うという感じです。で、2日目3日目は今度、連続ですね、宿泊も、はい、セットで実習形式で6月の8日の土曜日、そして6月9日の日曜日に、今我々あの下見を現地に来た下見来てますが、はい、青根地区、はい、相模原市緑区青根地区、そうですね、という形で、道志道とかを使ったことある人は、道志道、山の中ずっとこう富士山の方に向かっていく道がありますが、そのちょうど真ん中中間あたりですかね、はいはい、の、神奈川と山梨県のもう県境に近いところが青根になりますが、ここに、6月8日と9日もうこれも朝から、夕方まで、みっちり、実施をしていくという形で、この3日間逆に言うとしっかり参加すればもう単位がコンパクトに取れるという意味では非常に、はい、あのまあ、最近の言葉で言うと、タイパがいいという形にはなると、ね、はい、思いますが、はい、こういった授業スタイルで進めていきたいと思います。ちょっとこの あとは逆に木下先生の方からどんなことをやろうと考えているのかを含めてご紹介いただければと思います。はい、そうですね、はい、まあ、初めて GIS に触れるということで、まあ、最初はですね、初日の5月17日は、まあ、あの皆さんと一緒にお会いして、まあ、皆さんが、どうしてこの科目を選んだのかで、地図とか GIS に対してどんなふうに感じているのかということをお聞きしながらですね、GIS の基礎的なことを、ね、はい、座学で、学んでいきたいと思っています。
地球社会共生学部でいうと、まあ、いろんな、まあ、GIS も含めた空間情報ってキーワードの授業いっぱいあるんですが、割とこの授業はその入り口のこう入門という形なので、まあ、1年生2年生あたりをこう意識しています。まあ、もちろんあの他の学年も取れますけど、はい、まあ、GIS を学ぶっていうことよりも GIS を使って社会課題と結びつけるということを、うん、その一番初めに皆さんにこう体感してもらいたいということで、はい、2日3日は相模原キャンパスから出てこの青根っていうところに来てですね、実際にフィールドワークをしながら、その GIS って学ぶものじゃなくて GIS を使って、社会課題をどう解決していくのかっていうのを皆さんと一緒に考えられたらなというふうに思ってます。はい、そうですね。そので、まあ、初日は本当に、まあ、地理情報システム、いわゆる GIS の基本的な知識を身につけ、でも、最後の2日間、6月8日9日はもうみっちりそのツールを使いこなして現場で情報も取得して、それをもう分析まで持っていくというところですね。そうですね、はい。で、まあ、青根地域っていうのは非常に自然が豊かなところで、はい、でしかも青山学院大学がある相模原市に属しているということで、はい、実習をしながら、まあ、学びもするんですけども、ぜひこう自然も満喫してもらえればなというふうに思ってます。はい、僕も道志道はよく来てたんですけども、青根のエリアをじっくり今日いろいろ回らせていただいて、あ、こんな場所すごく、まあ、本当に一言で言うとすごくいいところではあるんですけども、食べ物もあとは、まあ、景色も含めてすごくこうフィールドワークには最適な場所かなというふうには思っているので、はい、当日天気がいいといいですね。そうですね、はい。で、そうですね、今回、まあ、ざっと宿泊の時どのぐらい今日話します、何をやるかっていう実習の内容とか、あんまりまだこの時点では、はい、お楽しみにぐらいなところですか。そうですね、はい、はい。なので逆に言うと、まあ、基本的な注意事項だけこのガイダンスのところで確認すると、まあ、まずあれですね、単位を必要とするわけなので、3日間に凝縮されているので1日でも休むと、もう単位が提供と単位を認めることはできないので、体調管理含めて、あと 寝坊しないとかですね、そこはそうですね、はい、よく実習とかで体調不良で今日行けませんとかっていう学生出てくると思うんですけど、もうそれはイコール単位を諦めてくださいと言わざるを得ない。そうですね、まあ、最終日が最終発表はあります。そうですね、実際に皆さんの手で地図を作ってもらう、はい、現地で調べたことを最終的に地図にまとめて、そして、レポートしてもらって発表してもらうっていうところまでやってもらおうと思ってます。はい、なのでフィールドワークに参加しないでレポートが作れるようなことはちょっと難しいかなと思いますので、もう本当に3日目が終わった後にその後レポートをまとめなきゃみたいな時間は逆にないんですね。はい、でも試験もなく、その最終発表会がこれ最終レポートでもあるという感じなので、はい、そうですね、はい、本当にこう自信参加しないといけない。あと、まあ、これ青学の、まあ、事業管理システム、いわゆるコースパワーとか、青山ポータルの弱点なんですけども、集中講座の授業日程はなかなか学生がチェックしづらいということで、結構見落としが出てきてます。なので、もうちゃんとこの、先ほどもう一回念をしますけど、5月の17日の土曜日、6月8日の土曜日、そして6月9日の日曜日、この3日間は授業を取りたいと思っている学生は必ず開けといてくださいというところが要注意かなというところですね。はい、はい、あとは、大事なところ、まあ、試験はないですよというところではあるので、基本的なスキルとしてはそういう意味で、まあ、GIS っていう言葉を、まあ、我々使ってますけども、 GIS のことを全く知らない学生でもまずは初回の授業で大丈夫です、はいはいはい、最初の入り口のところを学べるの で、ね、大丈夫です、はい、ちょっと IT、まあ、GIS を使ったことありませんっていう学生でもウェルカムではあるか。そうですね、はいはい、あとはどんな学生に来てもらいたいですかね。そうですね、まあ、地図とか GIS にはもちろん興味があると思うんですけども、今回のフィールドワークでは中山間地域のいろんな社会課題を考えていただくような
機会にしようと思ってます。で、まあ、青根地域っていうのは本当にこれから日本が迎えるいろんな課題の縮図が今この中で実際に起こってるんですね。なんで自分たちがこれから生きていくために、日本がどういう社会になっていくべきかっていう、でそこにはどんな問題があるのかっていうことに、興味がある人、うん、でまあ学んだことを社会で生かしていきたいっていうふうな思いがある人に来ていただけると嬉しいです。でおそらくこの実習で学んだノウハウは必ずしも日本国内だけではなくて、もう例えば開発途上国とか海外でも通用するテクニックとやっぱり分析の仕方を学んでいくっていうところでは、まあ、昨日ちょうど、今これ3月末に収録中なんですけど、昨日実はうち の学部の卒業生で国連で働いてる卒業生が、はい、発表こういうことしてますよ、学生時代こんなことしてましたよ話の時に、やっぱりポロッとやっぱり現場で国連の現場で、彼は今ケニアで仕事してるんですけども、 GIS 使ってると、はい、でまあ、もう GIS 使わないとやっぱり国連のマネジメントも成り立たないというところなので、今回のスキルとか学べることの知識そのものはやっぱり日本の抱える問題もそうだし、海外で、起きている問題に対しても十分通用する内容になっていくかなというふうに思っていますので、はいはい、まあ、そういう意味で言うと地球社会共生学部らしい結構こう実学というか、その現場と密接に関わっていく、そうですね、はい、授業になっていくかなというふうに、そうですね、僕も楽しみにしております。はい、まあ、皆さん興味関心、いろんな興味関心があると思うんですけども、やっぱり社会課題を扱うにはどうしてもその一部でも地図とか GIS で可視化したりとか分析するっていうのは必ず出てくると思うんですよね。なんでその皆さんが必ず社会に出て触れなきゃいけないところを共通して知っておかなきゃいけないことを皆さんにこう体験してもらう、そういう機会になればと思ってます。あとは当日持ってくるものとしては基本的にはまずスマホ、そうですね、スマホは大事です、はい、スマホが一つで、あとは、まあ、ノート PC は多分学生それぞれ持ってると思うので、ノート PC を自分用にも持ってきてもらいつつ、まあ、作業用にはある程度我々がもう、ね、用意するような形ではあるので、はい、ただ、まあ自分のノート PC と自分のスマホは持ってきてくださいというところで、それ以外学生側で用意して、あとまあ充電器、バッテリー、まあ、電源はありますけど、現場に出かけていくとポータブルバッテリーはやっぱり持ってた方がいいですよというところ で、 そうですね、はい、そこはすごく重要かなと。あとは逆に車で、地震に関しては車で移動するときは相模原キャンパス集合になるんでした、ね、そうです、はい、土曜日は相模原キャンパスで、皆さんのスマホに、フィールドワークで必要なアプリのインストールとかをして準備をした上で相模原キャンパスから出発になります。はい、なので我々教員側で車の方は手配しておくので、はい、そのノート PC、スマホ、充電器と、あとはフィールドワークに適した服装、そうですね、服装ですとか、ね、まあ、宿泊実習に関してはその、はい、宿泊に関しての準備を進めていくという形、はい、このあたりは、まあ、初回の5月17日に詳細を共有するという形かなというふうに思っています。はい、まあ、登山の準備ぐらいまでは必要ないと思いますけど、まあ、かなり起伏のある集落を動き回るので、はい、動きやすい服装で、あとあれです、雨でもやりますよね、やります、はい、雨でもやりますので雨天中止ってことはないです、です、よほどの台風とかではない限りは、はいはい、基本的にはやります、はい、なので、ちょっと雨心配だなということもある、天気の次第ですけども、まあ、雨具とかも含めて準備をしておくといいかなと。はい、あとは青根地域お店がないんで、お食事とかはこちらの方で準備したものを食べていただくようにしますので、もし何かこうアレルギーとか、あ、そうですね、制限がある方がいらっしゃったら、はい、もう17日の日にね、申し出てもらえれば、はい、食事の心配はしなくてもこちらで全部準備して来ますので、はい、逆にですね、実習の時は夜はちょっと楽しくみんなで、そうですね、食事と、まあ、焚き火をしながら、焚き火しながら、はい、今日さっき木下先生と見に行ったんですが、雨でもちゃんと焚き火ができる立派な施設がありましたので、はい、夜は
基本的には竹見も楽しみながら、あ、それは楽しみにしてます、僕も楽しみにしていますので、はい、あと何でしょう、注意事項を含めて、はい、まあ、当時の課題はまだ今はちょっとあの、隠しておきますが、はい、持ち物、あと、体調管理、ちゃんと遅刻せずに参加してください、アレルギーの話、あと大丈夫ですかね、あの個人負担の話とかっていうのはまあ、あの多分人数と、はい、あとは、当日の為替のところである程度固まってくるかなと思いますので、はい、費用、まあ、ある程度実費はかかる可能性は高い、まあ、特に食費なんかはそうですけども、ね、はいはい、あのそのあたり、初回の5月17日の時になるべく学生の負担は低くするような形なので、例えば一泊1万円2万円出せということはもう一切ないことは、あの心配しないで大丈夫です、はい、なのであのそこのあたりは我々とちょっと調整しながら、あとあの現場で、まあ、どんな形で進めていこうかというところは5月17日にあの詳細の、お金の部分に関しては共有しますが、あのそんなにかからないと思います、はい、なのであの逆に言うと、何かすごくここにこだわりたいっていうのは自分で持ってきてねというところです、ね、そうですね、はい、でもあれですもんね、あの先ほど宿泊施設もざらっと見ましてはオシュレットだったし、そうですね、はい、電源も買ってず、エアコンもあったし、なのであの自然豊かなところでやるんですけど、あんまりワイルドにならないように、あの、はい、皆さんの学びが集中できるように、あの少しこうあのコーディネートするようにしてますので、はいはい、そのあたりも含めてあのアウトドア慣れてないから不安だなっていう人でも今回の実習は大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、形でした。僕も今日来るまであの 割とワイルドかなと思ったんですが思った以上にワイルドじゃなかったので、はい、まあ、ただ雨でもやりますよっていう、はい、そこだけはあの実習としてはすごく重要になるので、はいはい、そのあたりだけ意識してもらえればと、はい、いうところでしょうか、はい、あとは大丈夫ですかね、ですので、はい、ぜひこの授業に興味を持った学生はあのなるべく早めにあの、まあ、人数確定も含めてではあるんですが、うん、ものすごく多い人数になってくるとある程度人数制限をかけざるを得ないことがあるかもしれないですので、このあたりはあの学務課の情報もあの確認していただきながら、ね、はい、15人までの上限設定されてるんで、あのそこのあたりはあの何か質問があれば、古橋は相模原キャンパスにいるので、はい、あとあの、コースパワーからも、メッセージを受けるあのな送れるかなとは思いますけども、何か聞きたいことがあれば、古橋もしくは学務課を通して、木下先生の方に連絡をしていただいても大丈夫だと思います、はい、そので何か質問があれば、連絡を聞いてください、はい、来年度、2024年度からスタートという形で新しい事業になりますが、どうぞよろしくよろしくお願いします、はい、ということであのぜひ次週楽しみに待ってます、はい、お待ちしてます、はい、以上、オンデマンドガイダンスはここまでということで、はい、あとは初回の授業で会いましょう、はいはい、ではさよなら、さよなら。